前もコブラ部隊か。悲しい悲しい悲しみが集める。お前も悲しみの一つ。俺はザ・ソロ、お前と同じく悲しみで満ちている。この世は悲しい。戦いは死を、死は悲しみを。とどろかい、生きている者に聞こえまい、彼らの声が。だがお前は知らなくてはならない。死者は決して沈黙してはいないということ。お前が殺めた死者の悲しみを知るが。はい。ザ・ソロ戦ですね。いきなりボス戦なんですけども、今まで私が殺したね、兵士が、まあ、襲ってくるみたいなボスですね。ちょっと無線多分届かないよね、誰も。届かないというか多分一方的だと思う。スネーク！状況を報告しろ！スネーク！スネーク！はい。スネーク、応答しろ。スネーク、スネーク。何があったんだ、スネーク、スネーク。はい。スネーク、大丈夫なの？スネーク、スネーク。何があったの、スネーク、スネーク。スネーク、何があったんだよ、スネーク、スネーク。はい、まあ、スネークは一応なんだろうな、今生死の狭間さまよってて、あの世みたいなとこにいるんですけどもね、それにみんなが呼びかけてるみたいな感じですね。スネーク起きて、スネーク、はい。じゃあ、ザ・ソロ戦やっていきましょうか。ソロは別に倒す必要なくて、この画面でもずっと喋るんだ。止まらないんだね。怖いね、やる意味。ただただ前に進めば、クリアですね。行きましょう。で、武器も必要はないですね。ただ俺結構殺しちゃったからな。魚結構来るぞ。首は俺どうにもしてないけどな。ほら結構来たね、これ。ああ走ってった。やべえよ。で、こいつらにぶつかると体力取られるんでね。なるほど。うえ。これ避けないとダメなんですよ。うわ、むずいな。それでいい。なんかでかいのいるんだけど。ペインか。ん？
でかすぎないお前。骸骨さあまだまだね続くんで、ああ励ましに食わしたね。そういや、ずっと食われてんな。消死もあったと思うんだよね確か。あ、首が取れる言ってたのは滑落死かな。そう、あれ体育座りした。いるか。一応撃っとこうか、ソロをね一応撃ってみます。あ、でも体力バー出たね。ゼロなんですよねソロは。うわ、なんだあれ。あ、フィアか。俺殺してないんだけどね。危な、いや俺、あーでも死んだか。爆散したもんね。そうでなくては。魚が大量。さあまだ来るか。長いぞ。あ、落としたヘリのパイロットだねあれ。どうした。えい、やっぱだいぶ難易度高いね。あー食らった。で、ここに、ね、被殺傷で来れば、めちゃくちゃぬるいですね、ここ。ただ、ソロの波動拳避けるだけ。私はね、そこそこ殺しちゃったんで、結構大変なんですけど。まあ、来るな。で、あと誰だっけ、ジエンド？うえ、やばい。危な。ジエンドとフューリーか。ただ流れてたね。ああ。よくなった。それは俺のせいか。股間がぶっしゃになってる。やべな。あと一人。うい。まだか。結構消耗するな。避けにく。あ、来たね。いや、あ、来たね。おー、燃えてる。
あれ。さあ、あとはもう終わりじゃないかな。オッケー、あそこまで行けば。何これ。あー、これがね、多分ソロの死体なんですよね。はい。完全にこれ初見殺しなんですけどね。スネークイズデッド。これほっといたら死んじゃうんで、蘇生薬使いましょう。ボス、俺を撃ってくれ。できない。撃て。任務を遂行するんだろう。なら撃たねばならない。戦士の魂は常に君と共にある。悲しむことはない。また会える。大丈夫か、スネーク。危なかったぞ。俺は一体川底で溺れかけてたんだ。もう少しであの世行きだった。あの世？あれはあの世か。どうした少佐。コブラ部隊にザ・ソローという男は。ああ、聞いたことがある。ザ・ボスと共に戦った伝説の戦士だ。どういうやつだ？ザ・ソローは特殊な能力を持った男だ。当時ソ連で盛んに研究が進められていた EST、 中でも霊媒能力に長けていた。霊媒？あの世と交信し死人を降霊する能力だ。死者と話ができる。死んだ兵士から戦況を聞いたりできたそうだ。やつとザ・ボスは何かあったのか？私も詳しくは知らない。シギントに聞いてみよう。はいよ。ザ・ソローはとっくに調査済みだ。報告するまでもないと思ったんだがね。どういうことだ？ザ・ソローは死んでるんだよ。2年前に。2年前に死んでいる？チェリノヤルスク、あの断崖でね。殺したのはザ・ボスだ。ザ・ボスが？ああ、2年前 CIA の特殊任務でザ・ボスはチェリノヤルスクへ行った。そこで対戦後、コブラ部隊解体と同時にソ連へ戻っていたザ・ソローと再会した。敵同士として。それでザ・ボスはザ・ソローをその手で殺し任務を遂行した。記録にはそうある。奴は最初からいなかった。ザ・ボスについてきたのか。大丈夫か？ああ、大丈夫だ。
どうやら俺はまだ死ねないらしい。そりゃそうだ。全部あんたにかかってる。頼んだぜ、スネーク。わかってる。エヴァ？スネーク、連絡がないから心配したわ。大丈夫なの？はあ、危うく別の世界へ行きかけたが。何のこと？いや、何でもない。とにかく俺は無事だ。よかった。でも、どうやって下水道から脱出できたの？川に飛び込んだ。あそこから？無茶するわね。ああ、流されて死にかけたが。それはよかった。よかった？いえ、川に流されたなら近くにいい場所があるのよ。そこで合流しましょう。どこだ？そのまま川上へ進んで、滝があるわ。滝か。そう、その滝の裏が洞窟になってるの。そこで会いましょう。川を登ったところにある滝の裏だな。じゃあ、後で。いや、それは良かったって。なんかちょいちょい殺そうとしてない俺のこと。俺じゃん、スネークのこと。はい。ザ・ソロは、死んだ、まあ、死んでましたねっていうことですね。死んでボスについてきてたって言ってたから、まあ、ちょいちょいボスの裏にね、見えてたんですけどもね。その人が、生き返らせてくれたのかな。まあ、死者の悲しみを知れって言ってたから、ある意味こう、戦いではあったんですけどね。はい。で、死んだ場所が最初、ザ・ボスが、このね、スネークを投げ落としたとこ、川にね、だったと思いますね。あそこで殺したんですよね。で、左目がパリーンってなったから、多分左目を撃ち抜いたんじゃないかな。で、そこに来て、その、拷問部屋で、左目をえぐれだからね。えぐれとは言われてないか。目をえぐれって言われたんだよね。だから、すごい、かわいそうというかなんかね。うん。なんか運命に縛られてる感じはしましたけどね。もう、食べられん。はい。じゃあ、どうすんだっけ。川上がどうのこの言ってたね。はい。で、ボスね、ビッグボスか。左目じゃ、右目やられてるからね、最初こう、そっか、今もこんな感じか。ちょっとわかりますかね。主観視点で右側が若干見えないですね。ああ、こうなるんだ。おお。すげえ、めっちゃいる。うーわ、すごい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 。すごい。まずすぎる。まずすぎる。全然取れないね、今の状態だと。しょうがないけど。フィッシュ A、フィッシュ B。水中で食える？あ、マルンシャークか。これは？銀亀味。すごいね。普通に魚じゃん、ちゃんと。まずすぎる。はい。じゃあ、先に進みましょうかね。こんなことしてないで。あ、こっちか。で次はエヴァと合流ですね。装備を回収しないといけないので。小屋があるっつってたから、そこに行くのかな？登って。滝壺だ。
ったね。まあ、特にここで回収するものはないかな。どうだろうね。ヘビがいる。あ、ちょっと待って。シーミッ。おー、ライフ回復剤。あ、これ、何？草でか。草で回復薬作れるの？そう。マジか。でもそんな見ないもんな。ないか？何これ？レアなキノコですね。めちゃくちゃいろいろあんな。結構いけるな。おう。ん？じゃあこっち行けばいいのかな？あ、どこだ？あ、壺？裏？裏手？え？うわ。あ、C メディシン？違うな。ライフメディシンどれだ？どこでゲットした俺？秘密のって感じだね。あ、はじめまして、スネーク。私がタチアナ。あなたの装備品よ。ずぶ濡れだぞ、エヴァ。そういうあなたもね。